皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況を今日もやっていきたいと思います。今回はね、視聴者さんにまた送っていただいたコースを遊んでいきたいと思います。しんちゃんさん、精神崩壊1クッパ城クリア率 0.48 か、結構むずいぞ。ベストクリアタイム52秒。早速やっていきましょう。サムネだとあれだよね、炎を身にまとったクタククが大量にいる感じ。しかも強制スクロールですかい。うわ、これはヤバゲヤバゲ。あーコース出たい。これ上行っちゃったらダメなの？そっか、あいつら戻ってくることもあるんだ。はい、これいけるの？怖い、無理でしょこれ。なんか隠しアイテムとかどっかないの？この辺とかない？精神もう崩壊しちゃったんだけど、これ以上壊さないでくれませんかね。いけた、分かったぞコツが。早めのジャンプ、早めの、あーはー、これでも遅い。多分ね、ギリギリを狙っていけば次の足場がきっとあるはず。上は？上は何もねえか。上はやめておこう。このコースも音がないのは辛いな。動画的になんか音入れなきゃダメかな。クリアできたらね。クリアできなかったらお蔵入りっていうんだ、そういうのは。よいしょ、そろそろ氷ブロックのところだと思うんだけど、あはは、チャンスが遅いか。ただね、強制スクロールってことは逆に出てくるタイミングとかは一定のはずなんで、そこだけは勝負かな。氷ブロック、ちょっと早め。あ、これでも遅い。これ以上くるくるクールの精神をボロボロに傷つけるのはやめてくださいね。もう傷つきやすいナイーブなお年頃なんですから。ここら辺で一気にジャンプ。よし、あ、いやーガスバーナーだった。クリア率 0.5% でしたっけ。結構みんな頑張るんだな。これ多分100人マリオとかで出てきてたらね、コースをそっと出ちゃうかもしれない。かなりこれ100人マリオだと持っていかれちゃうと思うので、よし、いったこれも早めに。何があるか分かんない。あーはー、これはバネを使ってまた氷ブロックか。一気に行った方がいいのかな。バネがじゃねっけ。よいしょ、あー、ここ難しいな。よし、突破したけど次でやられていくで。これ絶対、あ、絶対罠でしょ。この一撃を落としたら下からの見えてなかったわ。届いて、届いた。どこだ次な、あー行き過ぎた。もうやだ、ゴールさせて、ゴール、やったー。ああ疲れた。30分ぐらいやったのかな。
よし、送っていただいたコース諦めずに頑張ってクリアすることができた。よかった。精神崩壊まあ、ここでもう言い間違えるあたりが精神崩壊してるな。精神崩壊インパジョーしんちゃんさん、ありがとうございました。このやっぱりね、炎を身にまとったプクプク最強です。次行こう。さて、今日はこのコース遊んで終わりにしようかな。いいねランキングの世界の普通の第2位ですね。伊豆さんという方が作られたコースのようです。クリア率は 12%、 ベストクリアタイム34秒。早速遊んでいきましょう。コースのタイトルからして面白そうな匂いがプンプンするんですが、何しろランキング2位だからね。これどっち行こうか。土管には入れないか。じゃあ扉にお邪魔します。今日もまたキララの砲台にかけられる感じのコースになった。最近なんかこういうコースに当たることが多いんだけど、流行ってるのかな。そして結構難しいぞ。よいしょ。ある意味これもキラキラっぽい。ほいほいほい、これ当たるよね。当たらないで抜けていけることできるのかな。よっしゃ、中間ファイヤーいいジャップ、やったね。あ、100秒だ。次も左か。 OK、 任せて。安心のクルクルクールですよ。スターラン、マジかい。 OK、 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 いけいけいけ。これ追っかけっこが気持ちいいんだけど、あのクッパが鍵を持ってるとかそういうのはない。よいしょ、やった。これで終わりかな。ゴールだろ、ゴール。やったぜ。せっかくなんでちょっとコインをいただいて、他に苦みついくるくるくるです。せーの、3、2、1、くる。よかった。今回のコースは難易度普通なんだけども、見た目的には難しいとかに入ってるような、すごいいいコースですよ。うん、見た目的に難しいに入ってるって意味わかんないね。謎発言くるくるでございます。ゆずさん、ありがとうございます。とても面白いコースでした。そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回のマリオメーカーでお会いいたしましょう。チャンネル登録まだの方、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。次回はあなたのコースにくるくるくる。バイバーイ。